皆さんこんにちは。今日は、ママの知り合いのセブンイレブンで売っている中華まんのランキングを当てていきたいと思います。はい、まずでね、ちょっと一個だけすいません、あのホエー豚まんが売ってなくて、それだけはちょっと買えなかったのでランキングから除外させてもらいます。だから今回はこの5個、5種類のランキングを当てていきたいと思います。食べます。1つ目、それはね、新商品の新商品芋まん。芋まん、うん、予想しよう、うん、多分間違ってるけどランキング、あ、待って3位ぐらいだと思う。残念ながら、その芋まんは新商品のためまだ知名度がないのでランキングビリでした。5位。とりあえずね、味は美味しいってことだよね。うんうん、新商品で、うん、ね、みんな新商品があって、あ、なんだろうって食べると思って、それで美味しくなるかな。カレーまん、これピザまん、うん、あ、いただきます。うん、美味しい。中にカレーが入ってて美味しい。カレーまんだから当たり前だけど、うん、これはあって全部食べてたからの方がいいか、うん、じゃあ次、私がね、いつもセブンイレブン行って気になって、でもいろんな店行って気になって、ピザまん、うん、今回ね、おそらくこの動画、肉まんを食べる3年生が、うーんしか言わない動画だと思われるんで、そこちょっと言ってたっけ。あ、うん、うんうんうん、まんまん、まんま、肉まん、シンプルイズベスト。予想しよう。1位、カレーまんが1位だと思う。で、肉まんが2位だと思う。全部外れてたらどうしよう。ピザまんが3位で、これが4位。正解はね、1位、うん、肉まん。やー、2位、あんまん。3位ピザマン、おわった。4位カレーマン。そんなに人気ないか、カレーマン。うまいけどな、普通に。ダメ、下手したら肉まんよりうまいぞ、これ。ダメ、ママやっぱり、でもいつも買うとしたら肉まん買うから、やこれゆうちゃんだ。いろいろ食べたことない人にしてみれば、やっぱとりあえず肉まん間違いないなって思うんじゃないかなとは思うけど。じゃあさ、みんなシンプルなの買わないかなと思って。で、ちなみにホエー豚まんが5位で、その芋まんはちょっと新商品だからまだ6位っていう感じかな、今のところね。じゃあ、あと1年後。1年後、ヤオ的にはカレーまんが一番美味しかったな。まあ、ちょっとだけ食べてるよ。この2つやばい。ヤオ1、2だから、おすすめはカレーマンと肉まん。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。It's time I stand up for you.